第42回スーパーボールは2008年2月3日にアメリカ合衆国アリゾナ州グレンデールのユニバーシティオブフェニックススタジアムで開催されたアメリカンフットボールの試合2007年シーズンの NFL 優勝をかけて AFCO 王者ニューイングランドペイトリオッツと NFC 王者ニューヨークジャイアンツが対戦したその結果ジャイアンツが十七から十四でペイトリオッツを下し 17年ぶり3回目の優勝を果たした。MVP にはジャイアンツの q b 以来マニングが選ばれた。この両チームはレギュラーシーズン最終週でも対戦しており、この時は38から35でペートリオッツが勝利していた。この勝利でペートリオッツは1972年のマイアミドルフィンズ以来となるレギュラーシーズン全勝を達成した。 これは1978年にレギュラーシーズンの試合数が14から16に増加した後では初の快挙であった。一方のジャイアンツは10勝6敗で NFC 第5シードのワイルドカードとなった。両チームの対戦に対してラスベガスのブックメーカーはペートリオッツが13.5点有利とハンディをつけた。しかし1972年のドルフィンズが無敗で第7回。 スーパーボールまで制したのに対し、今回のペイトリオッツは最後に敗れて、シーズン全勝優勝を逃した。試合は、第3球までは両チームのディフェンスが、頑張りペイトリオッツが7から3でリードして、第4球を迎えた。残り11分05秒で、ジャイアンツが TD を上げて10から7と逆転したが、残り2分に42秒で、ペイトリオッツが逆転 TD で14から10と、リードした。 ジャイアンツの攻撃、残り1分15秒で3アンド自陣44ヤード地点からの攻撃の場面で、q b サックされそうになったイーライ・マニングから、デビッド・タイリーへの32ヤードのパスが、通り敵陣24ヤードまでボールが前進した。4プレー後残り時間35秒に、プラキシコ・バレスへの TD パスが決まり17から 14? で、ジャイアンツが勝利した。 開催地について NFL は当初、アメリカ同時多発テロ事件からの回復をアピールしようと、アリゾナ州ではなく、ニューヨーク、またはワシントン DC での開催を考えていた。まずドーム球場がなくスタジアムの老朽化している、ニューヨークは厳しい気象条件のため候補から外された。ワシントン DC には、ドーム球場はなかったものの、新しいスタジアムである。 フェデックスフィールドがあり、ニューヨークよりは気象条件が穏やかであることから候補に残った。最終的に、グレンデール、ワシントン DC、フロリダ州タンパが開催地候補となり、2003年10月にイリノイ州シカゴで開かれた NFL オーナー会議の結果、グレンデールでの開催に決定した。開閉式ドーム球場での開催は、 テキサス州ヒューストンのリライアントスタジアムで行われた第38回に次いで2度目となった。2007年2月6日、アリゾナ州知事のジャネット・ナポリターノによってフェニックス・スカイ・ハーバー国際空港でスーパーボール開催のための組織委員会設立のセレモニーが行われた。スーパーボールのロゴはアリゾナ州の形である赤字の背景にアリゾナ州における ネイティブアメリカンの文化を表すターコイズブルーで、42の文字を描き、赤い星で AFC を、青い星で NFC を表した。ペイトリオッツは、プレイオフ初戦のディビジョナルプレイオフで、ジャクソンビルジャガーズ戦でブレーディは28本中26本のパス成功、268ヤードを投げて3本のタッチダウンパスを通し31から20で勝利した。またロドニー・ハリソンは、 NFL 大記録となるプレーオフ4試合連続でのインターセプトを決めた。AFC チャンピオンシップゲームではブレーデが3回のインターセプトを喫したが、ローレンス・マロニーが122ヤードを走る活躍を見せるとともに、ディフェンスがサンディエゴ・チャージャーズを FG4 本に抑え21から12でスーパーボールに勝ち上がった。一方ジャイアンツは NFC のチームとして ロードでのプレイオフを3連勝して、スーパーボールに勝ち上がった、最初のチームとなった。第4シードのタンパベイバッカニアーズを24から14で破ると第1シードのダラスカウボーイズとの対戦で、RW マクオーターズがエンドゾーンで、トニーロモのパスをインターセプトする活躍を見せ21から17で勝利し、NFC チャンピオンシップゲームに進出した。グリーンベイパッカーズとの対戦は、 氷点下18.3度のランボーフィールドで行われた。オーバータイムにもつれたこの試合で、コリー・ウェブスターが、ブレッドファーブのパスをインターセプト、最後は、ローレンスタインズが、ポストシーズンにランボーフィールドでプレーしたアウェイの、キッカーとしては、最長となる47ヤードの FG を決めて23から20で、スーパーボールに勝ち上がった。気温は、摂氏21度、 開閉式ドームの屋根は閉じられた状態で試合が始まった。キックオフ後、ジャイアンツのドライブは、自陣23ヤードから、スーパーボール記録の9分57秒をかけて16、プレーで63ヤード前進し、32ヤードのフィールドゴールで3点を先制した。第1球最後、トム・ブレーディからベンジャミン・ワトソンへのパスを、アントニオ・ピアースが、エンドゾーン内で、 パスインターフェアランスの反則を犯し、ペイトリオッツは、ゴール前1ヤードからのファーストダウンの権利を得た。第2球に入り、1プレー目に、ローレンス・マロニーの1ヤードランで、7から3と逆転した。その後、両チームとも得点がなく第4球に入った。ジャイアンツは、自陣20ヤードから、ケビン・ボスへの45ヤードのパスが決まり、敵陣に攻め込むと、残り11分0 5秒。最後は、 デビッド・タイリーへの5ヤードのタッチダウンパスが決まり、10から7と逆転した。その後、1回ずつパントを蹴り合った後、ベートリオッツは、自陣20ヤードからのドライブで、10プレーで75ヤード進むと、残り2分42秒。最後は、ランディモスへの5ヤードのタッチダウンパスが決まり、14から10と再逆転した。後がなくなったジャイアンツは、自陣17ヤードからの攻撃となった。 7プレーで27ヤード前進し、残り1分15秒で 3&5 となった。自陣44ヤード地点からの攻撃の場面で、q b サックされそうになったイーライ・マニングは、ユニフォームを掴まれながらも辛くも q b サックを、免れると、デビッド・タイリエの32ヤードのパスを決め、敵陣24ヤードまで前進した。次の2プレーで1ヤード交代したが、3ダウン11で、 スティーブ・スミスへのパスが決まり、敵陣13ヤードまで進んだ。次のプレー、残り時間35秒に、プラキシコ・バレスへの TD パスが決まり17から 14? と、再度ジャイアンツがリードした。ベートリオッツは、残り29秒という時間の中、自陣26ヤードからの最後の攻撃にかけた。ブレーディは、ロングパスを四回試みたが、サック一回、不成功三回に終わり、 ジャイアンツの勝利が決定した。MVP には、第4球に2本の TD パスを決めたジャイアンツの、QB 以来マニングが選ばれた。両チーム合計31点は、第40回スーパーボールと並び、第10回スーパーボール以降では最も、ロースコアとなった。また、試合前劣勢を伝えられていたジャイアンツが勝利した、ことで、NFL の正規のバンクルワセトップ10の第2位に、選ばれている。 NFL が主催したプレゲームパーティーではウィリー・ネルソノがサライバンズとデュエットで熱唱した。全米でのテレビ中継は FOX が担当し、国際映像は NFL ネットワークを通じて全世界に中継された。また、ハーフタイムショーの冠スポンサーには日本のタイヤメーカーブリジストンが務めた。テレビ中継の全米視聴率は43.1%。 平均視聴者数は約9750万人を記録した。この平均視聴者数はスーパーボール中継では第30回の約9408万人を上回る当時の史上最高記録であり、全ジャンルを通してもテレビドラママッシュ最終話の約1億600万人に次いで史上2位となる。2016年2月の 第50回スーパーボウル開催を目前に控えた時期、複数のメディアが過去49回のスーパーボウル、すべてを名称部順に並べたランキングを発表した。そのうち、スポーツイラストレーテッドのドンバンクス、USA Today のネイト・デイビスと、ニューヨーク・ポストのスティーブ・サービー、ニューズデーのニール・ベストと、ヒューストン・クロニクルのグレッグ・レイジャンの5社が、この第42回を、 スーパーボール史上最高の名勝負に選んだ。他のメディアでは、サンディエゴユニオンイコールトリビューンのエディブラウンが第2位、ワシントンポストのジェレミー・ゴッドリーブと、ニューヨーク・デイリー・ニューズのゲイリー・マイヤーズが、それぞれ第3位、ESPN のジョン・クレイトンが第5位という順位をつけている。ありがとうございます。